はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、豊穣感謝祭シリーズの、第3弾ということで、来福酒造さん、茨城県ですね、来福酒造さんの純米大吟醸の黒金間原酒をご紹介したいと思います。で、豊穣感謝祭シリーズですけども、日本全国で9蔵、参加しておりまして、新米を使った新酒ということで、今回はですね、茨城県産の500万石を使用した純米大吟醸になっております。来福酒造さんといいますと、花酵母ですね、使ったお酒が非常に有名ですけども、今回の、お酒をどのように仕上がっているかをね、ちょっと試してみたいと思います。私もこれは初めて飲みますね。純米大吟醸の黒金間原酒ということで、神心さんね、あと森木酒造さんの三重塩、それぞれね、少し香りもあって、で特に森木酒造さんの三重白は普段のね、海子の酒とはだいぶ味わいが異なる、ちょっと爽やかで香りのね、立つお酒だったんですけども、今回のライフですね、いかがかなということで、飲んでみたいと思います。多分ね、少し香りが華やかなんじゃないかというふうに予想しておりますけども、はい、ではいただきます。このラベルもいいですよね、綺麗なラベルですけども、はい、ちょっとレモンとかですね、爽やかなハーブとかそういう香りがありますね。非常に綺麗ですね、クリーンな香りだと思います。非常に甘みと酸のバランスがいいと思います。比較的ね、酸が他の2本に比べるとちょっと感じられるかなと思うんですけど、その酸がですね、甘みと相まって爽やかに感じるということで、非常にバランスの取れた、純米大吟醸ですね。これは、香りは本当にいいですね。甘い香りというよりは爽やかな香りということで、いい香りです。食前酒ね、あるいは1杯目2杯目で楽しんでいただけるお酒だと思いますし、そうですね、ちょっと白ワインの代わりになるようなね、そんなね、印象も持ちますので、前半の食事の前半でね、お飲みいただくのがいいのかなと思います。サラダですとか、ちょっと酢の物とかね、そういったもののね、相性がいいのかなと思いますので、香りを楽しみたい方はぜひワイングラスなどでね、お楽しみいただければいいと思います。やっぱりラベルのね、今回黄色になってるんですけども、ちょうど香りもですね、イメージがこの黄色のね、イメージです。ですので、ちょっとラベルの印象と香りの印象、かなりね、リンクしているお酒なんじゃないかと思いますので、ちょっとそういうね、予想というかですね、想像しながらお楽しみいただくのもいいのかなと思います。はい、というわけで、本日はですね、うちではちょっと珍しい茨城県のお酒ということで、来福酒造さんの豊穣感謝祭、純米大吟醸の生原酒をご紹介させていただきました。では本日もご視聴ありがとうございました。